の懐かしい幼なじみたちが迎えてくれるでしょう。この歌はご存知の方いる方と思いますけど、アダマの曲なんですけれど、雪が降るが有名だったので、これがちょっと隠れちゃった。明日、月の上で神様のそばで、はい、こんにちは、長野インターネット族と申します。はい、今日は長野県は小諸市に来ておりますけども、自己紹介お願いします。名前お願いします。田中みどりです。田中みどりさん、はい、まあ、イベントということで、どんなイベントなんでしょうか。これは芸術の、はい、まあ、今回は終わりのイベントで、今回は終わりのように一番最初はスタートの時にこの同じことをしたんですけど、はい、すごく好評だったので、じゃあ終わりの時にもう一度ということで、このような企画になりました。今日が最終日という意味がよく分からなかったんですけど、だいたい1ヶ月のスパンで、はい、ギャラリーはやっておりますので、はい、5月に始まってたので、はい、それから1ヶ月経ってもうこれで明日で終わりなんです。で、まあ、終わりの行事とっていうのはなんかイベントとして入れた。どんなイベントだったんですか。今日はね、歌と。あ、じゃあ毎日やってたんですか。いや、毎日やるのに、はい、最後だけ。あ、最後だけ。最後だけ。最初はどんな感じで。最初はやっぱり同じように、うん、これも全然企画外なんですけど、はい、やる予定はなく、はい、キャンドルだけ、キャンドルを作って、ワークショップでキャンドル作るっていうのは、はいはいはい、それを灯すっていうのが、一番の、考えたことなんですけれど、なんかキャンドルがいっぱいあるんで、そう、好きだなと思ったんですよ。作るのをやったんですよ。あ、作ることをね、はいはいはい、ワークショップで、それで昼間それをやって、それを灯して、じゃあそれだけだったんですけれど、うん、バルーンのところにやっぱりライトを当てたりして、すごくこう幻想的な雰囲気に出て、そしたらその時にいらしたお客様がここでちょっと歌をやってみたいというご希望があったので、ぜひやってくださいということで、だから突然のように決まって、突然歌が決まったわけですね。歌が決まって、まあ、それが最後はこのようになって、まあ、いろんな人がこう参加されていると思いますけど、はい、今後はどんな風にこう盛り上げていこうと思っているんでしょうか。まあ、時々こういうイベントもいいなと。なんか野外使うのでお天気がすごく心配なんですよね。今日はね、天気良かったから良かったですね。そうです、そうです。でもいろんなことやってます。
もう本当にいろんなことを今までもう15年になるんですけれど、この店初めてですね。そうですね、あの前はちょっとクラシック の演奏会もあったりしましたし、あのだから海外にとどまらずってところで、あの皆さんご希望がある人たち、あのこういうことやりたいっていう方が会えば、はい、私と気持ちが合えばあの可能ですので、じゃあこのお店来てこんな企画があるんだけどとかやりたいんだけどっていう希望があれば、え、そうですね、田中さんに一言、そうですね、一言言って、今もだいたい埋まっちゃってますけれど、まあ、何年後にこのようなこととか、ね、なるべくね私は若い人に活動し活躍していただきたいなと思ってるんですよ。のだから、まあ、そんな形で若い人をこう盛り上げていきたいと、まあ、そんな感じなんでしょうかね。そうですね、ぜひ希望に向かって、そうですね、頑張っていただきたいと思います。ありがとうございます。今日はありがとうございました。あ、はい、はい、こんにちは、長野インターネット所属と申します。こんにちは、こんばんは。あ、こんばんは。こんばんは。今演奏が終わりました。終わりました。ちょっと2人の方に来ていただきましたけど、今日はどんなイベントだったんでしょうか。今日はですね、キャンドルナイトというイベントで、はい、もうこちらの方にこうキャンドルをね、こうあのバシコさんというバルーンアーティストというか、はい、空間デザイナーの方が作ったあのキャンドルをの元で演奏をするという企画ですね。あ、キャンドルが主体だったんですね。うん、主体はまあ彼女とか僕とか、はい、緑さんとか。自己紹介お願いします。はい、あの小木隆と申します。小木隆さん。はい。何をされるかなんでしょうか。ピアノとか民族楽器を弾きながら歌うのが好きな人です。はい、そして横にいらっしゃる方はちょっと紹介していただけますか。自己紹介。自己紹介。小学4年生の平木美子です。なんかあのさっき楽器をやってましたよね。はい。どんな楽器なんでしょうか。弦楽器の仲間でバイオリンの一回り大きいくらいの楽器のチェロという楽器です。なんかいい賞を取ったとかっていうのをお聞きしたんですけども、ちょっと紹介してもらえますか。そうですね、コックレニーのさっきの曲はですね、初めて作曲をグーリン出した曲でして、最初は鼻歌で撮って、その後だんだんチェロで弾いて、その後、まあ、チェロで伴奏もつけて二重唱の曲にしました。チェロは大好きなんですよね。はい。でも何年ぐらいやってるんですか。約5年ですね。5年。9と今何歳ですか。今9歳です。9歳ですか、はい、ってことはもう4歳からやったんですね。はい。なんかやるきっかけっていうのは何かあったんですか。そうですね、あの私の母が偶然見つけまして、その教室で私がやりたいと答えて、うん、それで始めたって。まあいろんなきっかけがあると思うんですけども、将来どんなチェロ弾きになりたいと思いますか。上手に人前とかでかっこよく弾けるチェリストになりたいです。お、素晴らしい。すげえ。ぜひ。すげえぞ、いけいけ。ぜひ頑張っていただきたいと思います。いっちゃえ、いっちゃえ。はい。ありがとうございました、はい、そしてこちらのお兄さん、はい、お兄さん、はい、お兄さんです。こちらのどんな、ピアニストになりたいと思うんでしょうか。ピアニストですね。こんなピアニストでまあいいかなみたいな感じですね。そうですか。はい。でもなんかいろんなこう小室氏のそのいろんな役とか、それからなんか音楽関係のなんかやってるってお聞きしたんですけど。そうですね。まあいろいろやってますね。なんかちょっと例えばどんな感じでしょうか。例えばあのニコちゃんの作った曲を小室氏のあの5時の音楽にアレンジしてあの流したりとか。将来どんな風になりたいというか。将来ですね、はい、そうです。ニコちゃんとの共演ももう叶っちゃったしな。あとはそう、みどりさんとの共演ですね。そうですね、みどりさんの共演をね、はい、叶えたい。私がもう時間ないから ね、アコードならできますってことでね。こちらは長いけど、いやいやいや、短いということです。はい、じゃあぜひあの皆さんのこう喜ぶような、はい、音楽になってほしいなと思います。ありがとうございます。ぜひ頑張っていただきたいと思います。承知いたします。
今日お疲れ様でした。